ピノグリ、別名ピノグリージオグラウブルグンダーは、ヨーロッパブドウの白ワイン用ブドウ品種である。ピノノワールのクローン突然変異体であると考えられ、通常ハイアオ色の果実をつけることからその名が、つけられたが、茶色を帯びたピンク色から黒色、あるいは白色の果実をつけることもある。ピノノナは、このブドウが小ぶりの松笠状の花房になることからつけられたと思われる。 このブドウで作られたワインの色もまた深い黄金色から銅色、薄いピンクまで足したようであり、スキンコンタクトワイン用として人気のあるブドウの一つでもある。ピノグリは世界各地で栽培されており、スパイシーでフルボディのアルザスワインやライトボディよりに資産を強くしたイタリア系のスタイルが広く知られている。アルザス風のスタイルに習ったものが多いのは、 マールボロ地方やタスマニア州、南オーストラリア州、ワシントン州、オレゴン州といったニューワールドのワイン生産地であり、酸味は中程度か低め、アルコール度数は高めとなる傾向があるほか、オイリーとも言えるような口当たりがこのワインのフルボケ感を強めている。アロマはメロンやマンゴーといった熟したトロピカルフルーツのものから寄付がかったものまで様々である。イタリアでは、 爽やかな酸味を失わないように、またこの品種の持つ、際立った、果実味をいくらか抑えるように、ピノグリージョのブドウは早つまみされることが多く、それによってもっと偏りの少ないフレーバープロファイルを作り出す。このスタイルに習ったものは、イタリア以外ではドイツなどのオールドワールドによく見られ、ドイツではこのブドウは、ルーレンダーの名で知られている。ピノブランと同じく、 ピノグリもピノノワールの突然変異種である。ピノグリは、ブルゴーニュ地方においては、中世から知られており、おそらくフロマン島ウと呼ばれていたと思われる。ピノグリは、ピノノワールと共に、ブルゴーニュから広まっていき、1300年までには、スイスにも伝播していた。このブドウは神聖ローマ帝国皇帝カール4世のお気に入りであったとも伝えられており、彼は、 使徒会の修道士たちを通じてその挿し木をハンガリーにもたらした。修道士たちは1375年にバラトン湖に隣接するバダチョニの傾斜地にこのブドウの木を植え付けた。やがてこのブドウは灰色の修道士を意味するスルケバラートの名を冠するようになった。1711年にドイツの商人ヨハンゼ税ガールーラントがプファルツの畑に自生するブドウを発見した。 そのため彼が生産したワインは、ルーレンダーの名で知られるようになり、後にこのブドウは、ピノグリであると判明した。18世紀及び19世紀に至るまで、このブドウは、ブルゴーニュとシャンパーニュにおいて、広く見られたが、収量が少なく総収穫量が安定しないことから、両地域での人気は落ちていった。ドイツでもこれに近い運命をたどったものの、20世紀前半になって、 ブドウの育種家たちが、収了のより安定したクローン突然変異種の開発に成功した。カリフォルニア大学デイビス校の研究者たちにより、ピノグリはピノノワールと一しく類維持した DNA 型を持ち、下皮の色違いは何、世紀も前に起きた遺伝子の突然変異によるものだということが判明した。両ブドウの葉及び樹体は、とても似通っているため、 火火の色合いだけが両者を識別する唯一の外見的特徴である。2000年代半ば、市場におけるピノグリの人気は上昇した。特にピノグリージョ及びそれに類するニューワールドのワインの台頭において顕著であった。イタリアのアルトアギジェッチ砲産、ピノグリージョのワイン世界における、このブドウの栽培総面積は約1万5000ヘクタールに及ぶ。アルザス産、 ピノグリのおそつまみ甘口ワインを意味するバンダンジュタルディブのワインアルザスにおける主要品種の一つであり、2006年時点で同地域のブドウ畑面積の13.9%で栽培されている。このブドウ品種は他地域に見られるピノグリとは著しく異なる。アルザスの冷涼な気候と保温性のある火山性土壌は特にピノグリに適しており、 秋の香水量が少ないおかげでブドウが果樹についている時間がたっぷりとあることからアロマの極めて強いワインが生まれることが多い。ピノグリはリースリング、ゲビュルツトラミネール、ニュスカと並んでアルザスのいわゆる後期品種の一つとされている。それらはアルザスグランクリオクのワインやおそつまみワインのバンダンジュタルディブ、セレクショングランノーブルに用いられる品種である。かつて アルザス産のピノグリは古来から溶けダルザスと表記されていた。このブドウは中世にブルゴーニュ産のブドウを知ったハンガリーの交易商たちによってアルザスに広められた。この時代、都会は市場で最も人気と需要のあるワインの一つであったため、アルザスワインの地位を高めるためにその名がおそらく用いられたのだろう。ピノグリは 16世紀にラザルスフォン・シュベンディ将軍がタイトル古戦役後アルザスに持ち帰ったと考えられ、トケノナ・デキンツハイムに植え付けられた。ただしピノグリは伝統的に都会ワインに用いられているブドウ品種のフルミント、ハールシュレベル、イエローマスカットゼータとは遺伝子的な類縁関係が認められていない。1980年に欧州経済共同体は、 保護原産地故障関連の規定を定めたが、ハンガリーが欧州連合への加盟交渉を開始する中で、時計の名称は都会地方の PDO としなければならないことが明らかになった。その結果、1993年にハンガリーと欧州連合との間で、ハンガリー以外のワインから都会、時計の名称を段階的に撤廃していく合意が成立した。 アルザスの場合、移行段階として、トケピノグリが採用され、2007年にトケの部分が削除された。生産者の多くは、期限の数年前、2000年代前半までに単なるピノグリへのラベル変更を済ませていた。ピノグリが初めて、オーストラリアに伝わったのは1832年のことで、ジェームズ・バズビーが持ち込んだ、ブドウ品種の収集物に入っていた。ビクトリア州では、 このブドウから作られたワインには、甘さに応じて、ピノグリとピノグリージョ両方のラベルが用いられており、辛口な方がピノグリージョのラベルを用いている。ドイツにおける、グラウブルグンダー栽培は、以下の生産地域に分けられる、出店ブドウ生産地域統計、2008年3月13日。ドイツ連邦統計局、ベシュレイ・ウィンド・ソーテン・リステデバンディソルテネメッツ2008。 198から202ページ。ピノグリージョは、フリウリベネツやジュリア州など、イタリア北東部において栽培が盛んである。イタリアではこのブドウはピノグリージョの名で知られており、ロンバルディア州のウルトレポーパベーゼ周辺や、イタリア最北のアルトアディチェ地方で栽培されている。また、このブドウは、フリウリベネツやジュリア州でも、有数の栽培品種となっている。ピノグリは、 北島側でも南東側でも栽培されており、2009年の時点で1501ヘクタールを占める。これは2006年時点から100%以上の増加である。2007年にはピノグリがリースリングを抜いて装備にオンブラン及びシャルドネに続く生産量第3位の品種となった。栽培総面積の半分を占めているのはカンタベリー及びマールボロで、 同地のワインは豊かでミネラル感のある果実味の強い性格になるという。ロシアにおいてはこのブドウはピノグリの名で知られている。カリフォルニア州ロシアンリバーバレー山ピノグリのワインアイリービンヤードのデイビッド・レッドは1965年にオレゴン州で初めてピノグリの木を植え付けた。売り上げ拡大を期してレッドは1979年から リースリングの代議にピノグリのホニを継ぎきし始めた。レッドが酒によく合うワインとして酒業者に売り込み出すまでは、当初このブドウは安定した市場をなかなか見つけられなかった。それでもこのワインの人気は若干上昇した程度であったが、1990年代半ばになって資本力のある大手生産者が参入し、多額の費用を投じた販売キャンペーンを確実なものにするため、 十分な量を作るようになった。ピノグリの安定した国内市場を開拓するのに十分な高品質のワインを生産する目的で1991年にキングエステートワイナリーが設立された。合衆国においてピノグリがブドウ樹種として全国的な知名度を得たのは同ワイナリーの功績であった。今日では世界トップクラスの高級ピノグリワイン生産者となり、 敷地内には世界最大のオーガニックのブドウ畑を有し、そのうち300エーカー以上がピノグリ用である。カリフォルニア州では中部及び南部の沿海地域において約1620エーカーの栽培面積がある。カリフォルニア産のピノグリはイタリアの醸造スタイルに似ているためピノグリージョと呼ばれることがある。ピノグリ栽培はピノシュ栽培に適した。 井戸体に入ると考えられている、オハイオ州北部でも見受けられる。このブドウは、冷量な気候が最も生育に適しており、成熟が比較的早く、糖度が高い。このことから、甘口のワインにもできるし、辛口になるまで発酵を進めて、高アルコール濃度のワインにすることもできる。ピノグリの花房は同一の樹木でも様々な色を帯びることがある。果実は、 小ぶりの花房を形成し成熟した時の色合いは、早青色から茶色を帯びたピンクまで、多種多様なものがあり得るが、灰色がかったピンクの色合いを帯びることが多い。ピノグリは、ピノノワールのアロマをさらに高め、かつ軽やかにするために、ブレンドされることがよくある。ピノグリのワインにおける生産スタイルごとの色の違い、黄身がかった麦わら色のイタリア産ピノグリージオ、レモン色のアルザス産ピノグリ。 カッパーピンク色のオレゴン産ピノグリピノグリから作られたワインは多種多様で生産地や醸造スタイルによって大きく変わるアルザスのピノグリは豊かで幾分白い花のブーケを持つミディアムボディからフルボディのワインになる他のピノグリと比べるとスパイシーな傾向がある大抵のピノグリが早めの消費を意図したものであるのに対しアルザスのピノグリは 長期熟成が可能である。ドイツのピノグリは酸とほのかな甘みのバランスが取れたフルボディ傾向のさらに強いワインである。オレゴン州では黄色からカッパーピンクまでの色を持ち、洋梨やリンゴ、メロンのいずれかもしくは全てのアロマを持ったミディアムボディのワインになる。カリフォルニア州ではピノグリはもっとライトボディで爽やかな味わいのワインとなり、 胡椒やルッコラのような黄身を持つ。イタリアのピノグリー以上のスタイルは、ライトボディで淡い色のあっさりしたワインになることが多く、場合によっては爽やかで酸の強い軽快な風味を帯びることもある。ピノグリは若飲み用ワインとみなされており、発酵から4から12週間後に瓶詰め、出荷されたりもする。ピノグリは世界各地に多くの呼び名がある。ありがとうございます。